みなさんこんにちは、バーチーチャンネルです。すごい、本日はなんと西陣の大場さんにお邪魔させていただくことができました。なんといっても皆さんがたくさん見ていただいてチャンネル登録をしていただいているおかげです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日は私と一緒に西陣を訪れたような気持ちで楽しんでください。すごい、今日はお召し、これお召し、ねえ、お召しよね。ほんで、ありがとうございます。大場さんの帯されるのは知ってたから、嬉しいな。どんなコーデやろうと思ってもうそしたら絶対やっぱりお着物もいいやつになるし、だからあのバーチーちゃんが写すから、やっぱり大場さんの帯してこなあかんって思って。お気遣いありがとうございます。私一人で来たら迷惑やけど、もう撮ってるんですけど、これ何、この線は何なんですか。この線はこれね、ほんま完全なガラスにしようって案もあったんですけど、この辺そういうあの商業施設っぽい建物ないから間違いはるんちゃうかいうことで、一応この線入れて当たらないように。なるほど。そうそうそう、デザインもすごい素敵ですね。ありがとうございます。なんかどっから入んやろうと思って。そう、結構ね、前はここかな。鏡すぎでしょ、それ小人すぎるでしょ。すごい、私一番に入ろう。お邪魔します。すごいな。ここはね、ハサードって言ってこう、まあ、前になってて、はいはい、で、まあ、ここのこれ映していいんですか。ウィンドウは、まあ、季節の柄ですね。今月は5月なんで、まあ、藤の花のモチーフにしたのと柳ですよね。あ、柳も好きです。で、その藤の柄を元を取った資料がね、こちらのオーナメントの資料集が、何かのオーナメントの、そうそうそう、こうどこから発想してはんのかなっていつも思って、もうだからバラバラですね。こういうあの中東とかね、そういうものからも取りますし、なんか中か外か分からへん、すごいとこがある。よくおかしい。ちいちおしゃれやね。勝手に。移動？移動なの？ああ、そうなんや。気づかへんかった。もう水出ない。この辺はね、三千家さんあるでしょ。佐渡の千家さんももう目と鼻の先なんです。そうなんですか。だから結構ね、この地下水脈がしっかりあって、井戸水今でも出てます。あ、そうなんですか。使ってある？使ってます。飲み水にはもうあんまり使えない。じゃあこれ蓋してあるだけで、これ取ったら今でも買えますね。いや、ちゃんと言うの。すごい出てんの、今でも。すごい使ってます。もうなんか金糸が本当につやつやしてて、ちょっと今日入り口だけで終わりそう。3回ぐらいに分けてくれる。これなんかインスタで、これインスタで見ました。あ、いつも見てます。この辺もだから毎月で、すごい、ぐるぐるの2月、3月来ていただいて、その前も秋に一回ちらっとお金を見せたり。そうです。そうそうそう、ごめんなさい。うちぐるぐる来たかったけど、ちょうど予定があって。すごい、神さんが。これはね、通りに舞って言って、京都の町屋に必ずこの母屋と離れとあって、はい、で間に通路がある。通路あるけど、こんな神さんがやるとこはないと思う。神さんね、でも大体ね、商いされてるところは割とあります。そうなんだ。うちのはちょっとこう、この家の規模の上に大きいですね。大きい。ちゃんと周りを石で組んであるところもすごい。そうしたら中入りましょうか。後でまたちゃんとご挨拶してもらって。なんであんなスマートなんやろ。スマート、みんなスマート。今ですね、ボタンね、お出しをね。で、通りにはってなってる。昔は町屋で、町屋ってこう照明がないじゃないですか。ここでスリッパ脱いでいいですか。はい、あの明かりがないから、まあ、明かり取りのためとも言われてるんですね。ここにさ、外面
接してたらそれぞれの部屋で明かりが取れるじゃないですか、うん、で京都はこの通り魔っていうのがあってでここでねあの私そこが、うん、あのご覧いただいてる絵抜棚っていうね、うん、あの柄糸の色糸を入れてる棚があるんですけど、まあ、ここであの作業してます作業あの帯を作る作業ねこれがねあの私とこで使っているその、うん、これですかつづら糸って呼ばれる糸ねうもうやっぱりあんまり光が吸収されてる少なくてでこの先生の帯触っていいですか、うんうん、ちょっとザラザラした感じこうマットな感じ、うん、これこの色がこの糸ですかあまやまやなんですよで普通の糸ね普通の糸ツヤツヤやそうこれが同じ色同じ色染めて全然ちゃうでしょ、ね、うんあもう全然違う、ね、これが、ね、一般の絹糸ね、まあ、唐織なんかに使うやつでこっちが私とこうそれ壁糸っていう風に言ってはったけど壁糸っていう大きいカテゴリーの中の、うんこの帯の柄糸用に作ってもうてんですよでそれをつづら糸って呼んでます、うん、あれもやっぱり同じ仕組みなんですかあれもうちょっとねこれよりだいぶ太いやつ沖縄の壁上布っていうのが、うん、沖縄の織物でそうだから肌触りがさらっとしていいんですよで通常はそういうふうに地の横糸に使うことが多いんですけど私はこう柄糸に使ってるんですねだからこれは他にないんです、はい、これこっちの方が折りにくいとかそういうのもあるこれがだから引っかかりそうな感じで、ね、引っ張れたりするんで、うん、普通の食器ではねなかなかかけられないんですよだから私の父がまあその食器を開発して、ねうん、で職人をまあ育成して、うんまあ、初めて帯に織り込むことにできたんですねでそこから以来ずっと50年ぐらいこの糸を使い続けてますけど、うん、こここれは大場さんのところだけうち以外やってないですね、うん、でこの通常の糸もあってでこうつづら糸もあってでさらにね糸の種類がをこう用途によって分けてるんですようちはねこれがあの夏一人で使う。いや綺麗ね。涼しそう。すごい。これはね、キートって言って生の。ビジンが残ってる。そうなの。勉強してるな。勉強してる。だんだん勉強してますね。さすが。セリシンが残ってる。セリシンを残して。すごい透明感が。そうそう生紬に使う。透明感がすごいですね。綺麗ね。生紬この間買ってありましたね。買いました。ね、買ったよ。見た。あれ良かったね。ねあれかあの商談の。そう。いやもうなんかすごい商談やし。でやっぱ西陣のねそういう糸屋さんというのはねこういうあの。こういう糸ね。うわ。綺麗な糸。もう染める。これ全然ふわふわ。ふわふわでしょ。そうよね。こっちはセリシンを落とした。これを落としてない。この違いが伝わらない。いいわ。違うしね。だから物によってね、糸をこう絹糸だけでもこんだけね、種類を使い分けてます。これは夏の人用の。そうです。人用のもんとか夏帯に使うもの。私のことなんですけど、このここにね、うん、この唐草のところに使ってるのと、うん、皮脂に使ってるのとが、うん、つづら糸なんですよ、うん、でちょっとボリュームを持たせるためにこの霧のものあるでしょ、うん、に使ってるのがこれからの唐織用の糸なんですよ、うん、だからちょっと立体的になるでしょ、ポコッと、ポコッと、うん、これが唐織用の糸ですか。そうです、これ唐織用の糸ね、うんうん、でこう糸を使い分けることによってぐっとこう立体的になるんですね。この G は普通ので G はそうです、縦糸はこういうタイプの糸ね。あ、これとは違うんですよね。やっぱりこれとは違います。で横糸がまた別にあって、横糸を、まあ、これやったらこう地紋が走ってるでしょ、このね、この地紋がこ うっすら出てるじゃないですか、うん、なんか縦糸と横糸をね色を変えるんですよ、微妙に、うん、するとこの地紋っていうのがうっすら出るんです、うん、上品やわ。
だからうちとこの構造としては織物としたら、あの織物ってこうべったり平面的にね、うん、二次元になっちゃいがちなんですけど、うんうんうん、それをこう三次元にするために、うん、地の文様、うん、でその上にこう壁糸の文様をして、うん、さらに立体的になるように、うん、こういうあの唐織というね、うん、技法を使ってこうレイヤー状にして立体的に見せるんですね、うんうんうん、なんかすごいすごいなって思うけど、これって普通の旗でこんなに立体的になるんですか？これはだから各メーカーによって、うん、あの作り方が違うんですけど、うん、やっぱその3次元にしたいとか2次元のものをいかにこう3次元に見せるか、うん、そういう努力を西陣は重ねてきてますね、うんうん、これなんかもうなんていうの、この字の上に描いたように見えるから、そう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 、なんかすごいよすごいよねっていう、そうそうそう、なんかそうこうちょっと奥行きが見えるっていうね、うんうん、でこの色紙の部分はなんか上にアプリケしたように見える、うんうん、そうなんですよ、うんうん、すごいですよね、うんうん、そうそう、これこれがだからね、なんていうの、ちょっと語弊あるけど、うん、他の、まあ、安物のビールとおかしいんですけど、うん、あんまりこうペタッとしてたりね、うんうん、するのはそういうところなんですよね、うん、でそれをね元になるその源泉になってんのが、うんうん、西陣のこの図案と呼ばれるものなんですけど、見たい見たい、これがね、いや、やっぱり、一品と普通のね、安い図案っていうのが違うと思います。これがね、図案家さんっていう西陣のね、図案家さんっていう専門の方いらっしゃるんですけど、そのやっぱ一流の人に描いてもらうとこういう図案ができるんですよ。この時点でもほら立体的になってるでしょ。すごい。触ってください。5分っていう。触っていいんですか？あ、5分。触ってください。白い、ね、白いやつですよね。そう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 。貝の。そうそうそう、すりつぶしてそれを乗せていく。すごい。するとこうも立体的になるじゃないですか。すごい。この通りに折るにはここをこう盛り上げないといけないっていうことで計算ができるわけですか。そうなんです。なんかこの蝶々もすごいかすれた感じになってるけど、うんうん、これもこういう風な表現をするっていうことですよね。これはね、もともとはすごいな、取材したものですね、うん、で古装では400年ほど前のものやから、うん、当時はそれはペタッとね綺麗な金で、うんうん、作ってあったんですけど、うん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 、その古装では剥落してるんですね、うん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 、でその剥落したのを今我々見てるから、うんうん、その表情を表してるんですね、うん、で400年前はこの西陣織もここまで発展してないから、うん、この古装ではね刺繍なんです、はい、織じゃなくて刺繍、まあ、刺繍の方がそういう意味では自由度は聞ける、そうなんですよ、聞くんですね、そうなんです、でもそれを織にでしようと思っているところがすごい、それがだから西陣のこう発展したところなんですね、うん、だから西陣はこんだけの多層の織物になってきたのは明治ぐらいになってからですね、うん、でいかにこの昔の古装の名品を織で表現するかっていうので、うんうんうん、まあずっとこう努力した結果ですよね。今ちょっとバーチさんされてる帯刺繍でしょ。やっぱ刺繍ってね、うん、いいでしょ。あれ立体的になるんですよね。そうなんですよね。影もできるしね。なんか刺繍のね、ところ西陣に何の帯してきたらいいんやろうと思っても染めの刺繍にしとこうと悩んでましたから昨日ね。ちょっとあの違う、ね、これがあの図案の、うん、そういうその立体的なものですね。これはね、花食色って言われますね。本当に立体的に書いてあるね。すごい。これも一流の山岡陳平さんって方なんですけどね。もう西陣でもまあ1番、2番争う。すごい。そういう人にやってもらうとこう立体的になるんですね。で、それをこう、後で見せます。その設計図作る門屋さんとか。で、その織物をね、こうやって縦糸横糸をこう動かす倉庫屋さんっていうんですけど、うん、そんなんもこういうの見て、あ、こういうの作らなあかんだってなるから、うん、まあ、これが一つのこうディレクションになるんですね、うん、でこの図案っていう作業を今はねほとんどカットするんですよ、うん、カットこの1から
絵を描いてきて、でその絵を買ってでそれを織物にするっていうのを今しないんです。何でもコピーペーストでできちゃうでしょ、パソコンみたいに。そうだから、コピーペは立体はないですよね。ないんですよ、はい、でパソコン上でここの部分とここの部分つなぎ合わすとか、例えばこうある気に入ったデザインを、まあ、スキャナーで読んでね、でそれをこう画面上でやっちゃうと、この質感みたいなのは伝わんないんですよね。だからね、今の作り方ちょっとちゃうんですよね。だからこういう図案っていうのはね、大事なんです。これなんかものすごい立体的ですよ。5分で積んで、でね、金で積んで、でさらに5分の上に金を金刺してるんですね。もりもり。そうで、ここまで線でいいじゃないですか、ほんまやったら帯ってね、あの線だけでいいじゃないですか。こうしとかないと、その図案家さんとか織屋さんの糸っていうのが末端のその職人様に伝わっていかないですよね。で完成品が全然違うものになっちゃうんですよね。どうぞ。どうぞ。これ全部ね、帯のすごい、あの図案になってるんで、ここがカットされててもつながっていく形になってるんですよ ね、こういうの何枚くらい？これでね、僕はだいぶ処分したんですけど、処分した。それでもね、まあ、1万はないですけど、何千枚はあります。なんか着物のこういうのは見たことあります、帯のは初めて。あ、そう、着物の、なんか栗山さんとかでも見てはりました。あれ図案じゃなかったか、あれは型紙かな、なんかなかった。これあれですよね、あかん、出てこうへん、辻ヶ原。あ、そうそうそう、正解。勉強してますね。辻ヶ原好きやねん。あ、そこ可愛いでしょ、この花ね。久々やってみようかな。で、こう辻ヶ原なんかでもこう金がね、ベタッと塗ったのに違って、うん、そうそう、ちょっとこう箔割れ。え、今ってもうこれ放映してんの？あ、ちゃいます、ちゃいます。録画した。でも、これ見たはるときに聞いて、そうやね、いやー言うたはると。金がね、こうやって割れてますでしょ、これわざと割れさすんですよ。わざと。そう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 、へー、そう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 、すごい。ほんでまたこっちがキャッチが全然違うような感じでね、すごい、すごい。これこれはね、だからこうそのお召し風のね、織物にするときにわざとね、こういう風に加工するんですよ。すると、まあ、仕上げもこういう風になるっていうね。そのまあなんていうの、色とか形とかは、まあなんていうの、そのなんていうの、誰でも再現できるように思うんだけど、こういう質感ってやっぱ技術、こういう、これはこういう風な織りの、私、僕らが、っていうのを分かってないとできないですよね。図案家さんが何本絵図案描いても、それを再現できる職人さんがいないと、こういうもの成立しないですからね。だからそれぞれでこう高め合ってきてるんですね。大場さんのお仕事は、はい、この図案を、でそれで、職人さんに渡すまでに、ここはこの色っていう風に指定をしたりとか。この場合はね、基本的には、ね、図案家さんに全部配色は任せます、ただ、図案をこう1枚作る時に、まず骨書きって言ってね、これも線書きがあるんですけど、それをまず書くんですよね。でもうちょっとこうしてくれ、合わせてくれって、で骨書き、骨書きって、ね、どんな字か 線で書くんです。友禅で言うと青花ですよ、下絵ですね。また調べときます。骨書きで骨の、骨、骨ね、で描くって書くんですけど、骨を描いていって線をまず表現するんですね。でコーナーもそうなんですけど、まず骨書きで上げて、もうちょっとこう大きい消化とかね、小さい消化とか、もうちょっとこのこれもね、確か市松じゃなかったんですよね、バーク、市松を入れようかとか、いろいろ何回か繰り返して、で、仕上げるんですけど、配色はね、基本的にはこの図案は
ほとんどが図案家さんに任せます。うん、で織物にするときに、うん、今度は図案から設計図にして、うん、で設計図からこの糸をここに当てはめてってやってくるから、うん、全然違うものができるんですよ。うん、だから図案家さんが作った色と、うん、紋屋さんが作った色と、うん、で最終的にある色と、うん、全部全然違います。紋屋さん再現するっていう考え方ではないんですか、この図案を再現するっていう。あのメーカーさんも中にはあるんですけど、うん、私とこの場合はね、この帯の G 色って呼ばれるこの下についてる色がいっぱいあるんですよ。で G 色が変わると当然こう雰囲気も変わるから、うん、配色をねそれによって変えるんですね。だから最終形っていうのはうちの場合は全然違って見えます。で今度紋屋さんっていうのは逆に、その設計図を作るから、その設計図は織る職人に分かりやすいように色を分離さすんですよね。だから綺麗に見えるんじゃなくて、織るに分かりやすいように変えていくから、例えば同じ赤ダスにもオレンジがかった糸を入れていくとか、例えばこの辺やったらね、赤の濃淡があって、うん、ここも赤でしょ、うん、するとね、うん、まあ設計図、設計図今は出して説明しちゃおうか、全然ないですよ。よかったばあちゃんと一緒に来て、こんなんなかなか見れるもんじゃ。これが織物の設計図なんですけど、ここにダダダダダって色があるでしょ。うん、でこれやったらね、ここダーッといって、1から16までって、うん、で飛んで、まあ、23、24、18色ぐらいを使ってますよっていうことなんですね。これは色の番号なんですか。これ色の番号なんですよ。で1番にこの色使ってください、2番にこの色使ってください、で指示をするんです。うん、するとね、例えばこの赤とこの赤は一緒なんですけど、うん、この赤とこの赤はちょっとちゃうんですよね。でそれを見るのがこのメートルってやつなんですよ。メートル。で例えばここに赤がちょこっと出てますよね。なこっからここまでこの色を使いますよなんですよね。でここにはブルーの濃淡を使いますよにするんですよね。うん、で元の図案からはここまでね、こう色をはっきり分けてないんですよ。うん、あの帯として、うん、あの綺麗に見えるように書くんです。うん、でそれをこう織り手さんに分かりやすくするために全部ね色をこう分けていくんです。うん、はっきりした色です。するとこう分かりやすいでしょ。はい、でこの織り手さんがね細かく書いてるんですよ。ここにほら、うん、花だ薄とかね、マカバ薄とか書いてあるでしょ。うん、でここにこう書いてあるでしょ、この色名がね、サビ石とかネズミとかね。うん、でこれを色名でこれ当てはめていくということなんですね。でそれをねこう一つ一つ帯によってやっていくんですからね。うわこれなんかほら見てください。うわいっぱい色がたくさん。18からまだ2、4、5、6、7、8、28色ぐらい使います。すごい、うん、きれい。これはだから実際に使ってた文字ですね。すごい、セロテープが貼ってそうそうそう、もうなんか使い込んだ感じですよね。やっぱ同じものをやっぱり何回か使ったりとかするんですよね。そうです、うん、で出ないとね、この再現するこの図案からこの文図にする作業っていうのがね、うん、まあ紋屋さんっていうところをお願いするんですけど、うん、ここの作業がね、まあ、一番手間かかるんですよね。うん、で一番まあ我々で言うと一番投資するところなんです。うん、まあ、時間もお金もね。うん、ということは一本折ってこれがもう焼却はできないんですよ。うん、何本か作らないとダメなんですよ。そうですね。それはロットってやつです。だから織物っていうのはね、必ずロットっていうのがいるんですね。うん、逆に刺繍の場合なんか手作業でしょうね。うん、唯一無二っていう感じなんですね。唯一無二で職人さんが手作業で一個一個やっていくから、一、うん、個終わるとまた次のものをやろうと思ったらまた同じ作業をやるでしょう。うん、だから、まあ、ロットは少ないんです。うん、で今回織物っていうのは一個できちゃうと、あとは糸の材料をこの折りにかけるだけやから、うん、あ、
いっぱいできる。いっぱい、まあ、いっぱい作らないと合わないですね。うん、逆にいっぱいできちゃうんです。そこがね、まあ、染め物と織物の違いで、西陣がやっぱり流星やったっていうのは、むちゃくちゃ売れてたでしょ、うん、やっぱり。で、一回作る作業と大量生産っていうのを、西陣のこのシステムに合ってたんですね。だから数が売れると、うんうん、織物屋さんとか、あとはあの染めでもね、型染め屋さんね、うんうん、あれも型を彫って大量生産が可能になるから、うんうんうん、だからね、型染め屋さんと西陣の織物っていうのは良かったんです、うん、で逆に刺繍とか、うん、西陣でもあのつづるね、うんうん、あれもあれは一旦一旦なんですよ、うん、やるから、ああいうのは大量生産に向いてないから、うん、あのこう西陣がブワーッと儲かってた時、室町がブワーッと儲かってた時も変わらずやったんですよね。はい、この数字、はい、数字の謎、ここに数字があるでしょ、うん、で大量生産って言いながら、うん、これはね、食器ってダーッとあの動かしていく、ガッチャ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 折っていくんじゃないですか、うん、あれほっといたらザーッと折っていくんですけど、うん、これはね、停止って言ってそこを止めるんです。で止めて色を変える、止めて色を変える、ということはね、ここやったら197から207でしょ、うん、10個しガチャガチャガチャって折ったら1回止めなあかんんですよ。でまた止めなあかん、またとこれずっと止めなあかんんですよ。どんな大量生産やん、ここは全然大量生産じゃないんですよ。えで止めへんかったらビャーって行ってしまうってこと、行ってしまう。怒られる、絶対無理や、私も無理や。で簡単な織物やったら止めずに行けるんですけど、うん、そこがね、まあ、西陣でも、まあ、京都、まあ、西陣のこう、西陣じゃないですね、まあ、日本の職人技っていうのは、うん、やっぱそこからだん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 進化していくんですね、うん、で結局これはね、大量生産向かないものになっちゃうんですよね、うん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 、一気にブワーって見たいな、一気に見まくばりになっちゃう、綺麗、あ、これかわいいね、これなんか現代にも通用しますよね、うんうん、ゴージャス。この辺はね、今度図案家さんのとタッチが変わるでしょ、うん、これ若松佳洋さんっていう有名なね、図案家さん、これもなんかちょっとこう、違いますよね。この辺なんかはね、本当リンパの垂らし込みっていう技法使って、本当に、ね、日本画家でこの若松のお弟子さんでね、うん、日本画家で超有名な人いるんですよ、小松仁さんとかね。これはあれですか、この印は。これはね、多分若松の染色工芸院っていう、多分図案会の時に出したやつですね。でこれはシャーになってるでしょ、うん、なんや、夏帯用に作られた、うん、まあ、こんなものを織りで再現しようっていかんどうかと思うっていうか、うん、確かに確かにこれを図案家と織り屋のもうあのこんなんできるかやってみみたいな感じなんですよね、うん、でもそうやってお互いにこう、ね、そうそうそう、切磋琢磨して、そうだから伸びてったんですよね。すごいわ、本当に。これも若松ですね、綺麗でしょ、うん、この金の入り方もこう ね、なんかべったり貼ってる、そうそうそう、入ってるんじゃなくてこう白いね、繊維が入ってるね、べったり、よくあのべったりした綺麗な、うん、あの留め袖用の帯とかあるでしょ、うんうん、ああいうんじゃなくて動きをつけなさいよっていうことで、ね、ちゃんと再現してるんですね。すごいな。本当にね、あの日本側でもこう、うん、それこそあの地層さんとかね、うん、有名な、うん、なんかやったらお抱えの図案家さんが昔ね、うん、明治時代がいらっしゃって、うん、でその方なんかはもう例えば後年ね、超有名な日本画家、うん、岸築道さんとかね、うん、ああいう図、その高名な日本画家になってらっしゃる方いらっしゃるから、うんうん、図案家さんから、そうそう、そういう、うん、あのクオリティのものを作ってあったんですね、うん、もうすごいわ、なんていうか、なんていうか、絵なのにすごい質感が出てるのがすごい、すごいでしょうか、なんかこれ本当に織物みたいな、やっぱ一流のね、図案家さん、でこれがね、金箔、本金箔ですね、うん、本物の金箔を紙の上に漆を引いて貼ったものですね。でこれを細かく裁断して、はい、これからね。で、裁断して、糸状に裁断したものを折っていくんですね。え、これを？
これを糸状に細かく裁断していきます。へえ。でそれをこれは何ですか。これは紙、紙、和紙。あ、うん、この和紙ってお札とかの和紙ね。和紙って今こういうの作る人もいるんですか。和紙今してるとこも少ないのは少ない、うん、これ銀箔なんですけど、これ裁断して折るときにねじれたりしないんですか。ねじれるんですよ。だから下手な人が折るとねじれちゃうから、うまくそのねじらないように折るんです。でこれもね、今はねもうビニールっていうか、化学繊維の上に蒸着って言いますね、金箔をこうビシャッと貼っちゃう技法ができて、それにほとんどなってます。ただそれだとね、ワンパターンのものしかできないんで、こういういろんな金でもいろんな色があるでしょ、そういうのを使いたいときはこういうこの和紙の、和紙に漆を貼ってそれをつけるっていうのをまたやってますね。すごい。こうずっとね、金色でもこんだけやって、金を使い分けるんですね。この微妙な違いが映ってるかな。すごいね。でこれもやっぱりこの織物にはこの金って入れるんでしょ。そうですね。そうそうそう。このもうなんか組み合わせを考えるだけで無限にありますね。大きな苦労。そうそうそう、無限にあります。鉛筆でまずこうやって書いて、でこれがこれ多分最終のコツ書きですよね。でこれをこう今度図案にすると、書いたり消したりするんですか。そうそうそう、そうです、うん、でもうちょっとこの例えば洗面扇を大きくする、うん、小さくするね、うん、やっていく作業ですね。すごい、はい、本日はここまでです。次回、西陣の帯ってなんでこんなに高いのとか、西陣の帯の柄合わせってどうなん？禁断のあの質問できるんでしょうか？動画の編集が間に合ったら、明日土曜日夜8時30分に特別にプレミア公開をしたいと考えています。バーチー京都のチャンネルは、着物初心者の私がわからなかったこと、わかったこと、京都のことをシェアしています。見てくださる皆様のおかげで、こうやって撮影にお邪魔させていただくことができました。本当にありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお済ませください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。